オシカ半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。オシカ半島オシカ半島の位置手前から味島シ鹿オシカ半島、金華山仙台城天守台からの遠望仙台湾を挟んでかすかに見える山並みが、オシカ半島。オシカ半島は、宮城県北東部にあって、太平洋に向かって南東に突き出した半島。同半島周辺の島諸群は、 オお鹿諸島と呼ばれる。三陸海岸の最南端に位置する。西に石の巻湾を抱き、東は太平洋に面する。半島の西付け根に満石裏がある。先端は黒崎。半島全域にわたって丘陵性であり、最高点は高山である。海岸は典型的なリアス式海岸となっており、南から黒潮が上がってくるために、冬でも比較的温暖で、 雪もあまり積もらない。半島沿岸部は、カキやワカメ、ホタテ、ホヤの養殖が盛んである。中心地は、半島先端の石巻市鮎川地区。黒崎の東に、金華山瀬戸を挟んで、金華山と呼ばれる島がある。海岸部の多くが、三陸復興国立公園に指定されている。2011年に起きた東北地方太平洋、沖地震で、地震前に比べて半島が、 東南東に約5.3メートル移動し、約1.2メートル沈下した。ありがとうございます。